もあの同時に YouTube の方でも配信できるようにカメラの方であの撮影をさせていただいています。今日も、多分ね1時間ぐらいお話しするようになりそうですけど、あの気軽にあの話しかけてくださいね。あのどんな質問でもあの答えられる限り答えしようかなと思っていますので、今日もよろしくお願いします。今日はねこちらに記事あの準備してるんですけど、後でねちょっと広げてみようかなと思います。オリジナル の, あの記事が届いたので、最初にちょっとあの、ね、自主芸部の次回の2月に発送っていう風に連絡をいただいたので、そちらの作品の方の紹介をしたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。なおぽんさんありがとうございます。これ読みあの名前読み上げちゃって大丈夫なのかな。なんかあの YouTube で編集するときにアカウント名読み上げてるのをそのままねあの編集しちゃってるんですけど、大丈夫かなと思って。事前の質問できたみたいですが文字数が足りませんでした。じゃあここであのコメントくださいね。ありがとうございます。もしあの私があの読めてなかったらあのまたコメントを入れていただけたらと思います。このねネイジュ DIY っていうのが私のサブアカになるので、こちらでちょっとね今年やりたいこともあるんですよ。で私あのいつもねこうなんだろう、シナリオを持たずにあのいきなりライブを始めてるので、あの言ったことを忘れちゃったりとかするので、コメントであのさっき言ってたこと何とかあの教えてくださいね。そうで今回はあの事前の質問を受け付けてみました。でそれをまず最初にお答えしようかなと思います。であと今年はあのさっきも話ししたようにちょっとこのインスタライブも今あの一人でやってますけど、あのもっとねあのリアルに皆さんと近づけるようなことができないかなって結構思ってて、あのコロナ禍でインスタライブ始めたんですけど、その時にあのコラボライブのことをお話ししたけど、皆さんまだ把握してない状態でこのリクエストを表示って今あの画面の下にねこうやって出てくると思うんですよ、リクエスト表示。それを押すとあのインスタライブに参加できますっていうのは、まあ、自由に見れるんですけど、 そこからさらにその画面のこの半分からこの、 あのインスタライブに一緒に参加できますっていうことができるんですよ。でそれをちょっと今年はやっていきたいなっていうふうに思ってます。それをなんでかっていうと、あの一番ね質問が多いこととかそういうのを文章で打ってるよりも、実際にどういう記事を使ってたりとかどういうところで悩んでるのかっていうのをあの文章より多分映像の方が伝わりやすいと思うんですよね。であのそれをちょっと YouTube のあの編集の方でやることは難しいので、その場合はあのお顔 NG の場合はそのインスタライブでやったこの画面をあの画面録画っていう機能があるので、アーカイブに残した後に画面録画してそれを YouTube の方に配信するっていうようなことをしたいなっていうふうに思ってます。で実際なんであの YouTube にあの上げるようになったかっていうと、あの結構私の生徒さんで今も通ってくださってる生徒さんで、あの耳が不自由な方が本当に実際いらっしゃるんですよ。でもねあのすごく熱心に受講してくださって、で伝える時は口唇術っていうんですか、あの口のこの動きで喋ってることを聞き取るんですけど、こうやってもごもご喋っちゃうと何喋ってるか分かんないんで、映像見ててもただ私がこうやってやってるのを見てるだけになっちゃうんで、そうすると見てる人もつまんないと思うし、あとあのクラス101の方でも耳が聞こえないのにで字幕が出るって言ったから受講したんだけど字幕がなかった、もうじゃあやめようかなっておっしゃってた方のために、あのじゃあ私はあの Google ドライブの方で別で自分の音声と同じように作れるようにあの文字を全部起こしたことがあります。これ公開はしてないんですけど、まあ結構ね大変だったけど、やっぱりなんかそういうハンデがあることで諦めちゃう人がいるっていうのはやっぱりもったいないなっていうふうに思っていて、だったらなんか自分ができることをしようと思ったんですよ。それであの YouTube の方もあの字幕ね一時つけようかなと思ってやったんですけど、結構あの口の動きと字幕がずれることがあって気持ち悪くなっちゃって、であと編集が大変なんですよ。それもなんか自分がねとかあとかっていう言葉がね非常に多いなって思って、でもうそしたら自動字幕の方そのままやって、その自動字幕の YouTube で自動的につくものも編集をしているので少し読みやすいようには変えてるんですよ。全部が全部はやれないんですけど、できるだけ読みやすいようにあの時間があるときはあのやるようにしています。
だからそういう意味でもなんかやっぱさすがに目が見えない方には届くことはできないし、私の声でそれこそ聞いていただくようになるんですけど、やっぱ耳が不自由な方は目で見えてるからものづくりっていくらでも楽しめると思うんですよ。ただその手段をなくしてしまうのはやっぱりなんだろう、もったいないなと思って、すごくね上達されてらっしゃるので、まあ、失敗もそれなりにあるんですけど、伝え方が難しかったりしてアプリとか使ったりとかしてるんですけど、だからねそういうのがきっかけになったんですよ。だから字幕は積極的につけていきたいなと思って、ただテロップはちょっと私の体力的に無理だなと思ったんで、テロップをちょっと外すような感じにはなってるので、もし私の声が聞き取りにくいってなったら自動字幕の方を、文字起こしの方をオンにしていただいて YouTube を見ていただけたらと思います。なんてこんな風にちょっとね前置きが長くなっちゃったんですけど、そんなわけでちょっと YouTube の方も配信しています。でこれからそのライブもそのコラボみたいな感じにしてやりたいなと思ってるので、このこれからはちょっと参加も少し募りつつ、あとまあ練習もしてもらって、で実際にちょっと参加型のやってみたらいいなっていうふうに思ってます。なんか動画で出しててもやっぱり一方通行なので、ここがもっと分かりにくかったとか、そういうのがね伝わる機会にも私もなったらいいなと思ってますんで、はい、じゃあそんな風に今年はね気持ち新たにまた新しいこと始めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。新年最初のライブでしたね。はい、こんにちはムクさん、こんにちは音符さん、こんにちは音符ソーイングなんて可愛いですね。スマイルビレッジさん、手芸部は誰でも入れますか？もちろん誰でも、どなたでも入れます。で、最初にお話しするのが手芸部で、前回ね YouTube の方でも説明をしているんですけれども、まず手芸部の説明からじゃあしようかな。はい、手芸部ね、前回これシャープ1っていうか1回目、第1回目が9月にありました。この明治手芸部立ち上げてキットを配送していただいて、皆さんで一緒に作りましょうというようなことをしています。で手芸部の活動としては、私の方でレシピを考えて、で、YouTube に配信して、その YouTube ももちろん手芸部じゃない人も誰でも見れるようにしていますので、手持ちの生地で作ることもできるようにはなっています。で作り方、できるだけ皆さんが分かりやすいように、あまり、まあ、早送りとかあまりしないようにはしてるんですけど、映像で伝えられるように皆さんが無理なく作れるような動画作りを心がけて、まあ、長いと多分1時間ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、これが完成するような紙のレシピがつかない代わりに動画でやるようにしています。で第1回目がこちらで、布耳トートになりました。このキットはもうすでに完売されてるそうなので、第1回目の方は終了しています。でその明治手芸部っていうのはキットがで1430円、今第2回目も1430円でキットの方が配送されます。だから手芸部入ってくださいって私いろいろ言葉で斡旋してますけど、一応有料の手芸部になります。ただ毎月毎月届くわけではなくて、まあ、無理なく皆さんが続けていけるようなペースと、あと私自身も続けていけるようなペースで進めさせていただいているので、1回目が9月なんですけど、2回目は2月になるってぐらい結構空きましたね今回ね。だから半年はいかないけど、まあ、5ヶ月ぐらい実際空いちゃったんですよね。2、3ヶ月に1回って言ってたんですけど、まあ、そんな感じで結構空きますで、私の方の予定もあるし、最近もそうなんですけど慌てて作りましたって方もいらっしゃるぐらい、やっぱり届いてすぐ作ろうって思っててもいろんな用事とかでなかなか進まなかったりとかするんですよね。で見て満足しちゃうってこともあるし、でいつかやろうで何ヶ月か過ぎていっちゃったみたいな、私も結構あるんですけど、なんかそういうことも多いと思うので、多分このぐらいの感覚の方がちょうどいいかなっていうふうに思ってます。で金額的にも全部それもね送料込みで、でキットにしていただいてるんで、皆さんの方でご負担が少ないかなっていうふうに思います。ただこの
これ以降はあのキットの価格が変わったりとかもすると思うので、それはあの皆さんの方でお知らせが届いた時に、ちょっと高くなるんだったらやめようかなと思ったら、あの MC スクエアさんっていうところでキットの方を配送していただいているので、そちらの方が全てあの受け付けてくださっているので、そちらの方にご連絡いただくような感じになります。あとあのタイブっていう手段とあのキューブっていう手段もあります。だから2回目はちょっと間隔が近すぎてあの次回はちょっとできないなって思ったら、1回キューブっていう風にすれば次回だけお休みしてまた3回目を待つってこともできるんですよ。ただタイブしてしまうともう1回入部し直さなきゃいけないので、例えばあの後でもまた話すんですけど、キットの数量がもう実際に決まっちゃってる場合とかもあるんですよね。その仕入れとかも関係で多分ね。でその場合前提にするのは、今現状手芸部に入ってくださってる皆さんの人数でその仕入れの数量とかが決まってくると思うので、そうなるとあのタイプしちゃって、やっぱり入ろう、ギリギリで入ろうと思った時に入れないっていうこともあるかもしれないですよね。だからあのタイプよりはキューブの方がいいんじゃないかなって、まあ、あの思い出した時にあのやれるからその方がいいのかなって個人的には思います。ただね、あのご負担がね増えちゃうとちょっとね困るかな。あ、まだ完成してないっていう方いらっしゃいますね、チョコさんあのもうちょっとあるからちょっと今月中とかね目指してみるといいかもしれない。私ね結構目安にしてるのが、あのいつもそうなんだけど、12月 の、 あの大晦日目指して皆さん大掃除とかするじゃないですか、年越し。でも私ね気づくとね、だいたいねこの1月後半から2月に向けて片付けとかすることが多いんですよ。で気づいてなんかそれをつぶやいたら、誰かが旧正月だからあの一応 この時期はあの旧正月で言うと年末に当たるそうなんです。だからあのまだ年内ってギリギリ年内だから、ちょっとあのまだ31日まであと何日かあるじゃないですか、その間に作るっていうのはどうでしょう年末に慌てて1回目を作ってから、年明けはマロン巾着をとか作ってます。ありがとうございます、なおさん、ありがとうございます、ね、なんかそうやってあの自分で区切りを作るといいかもしれないですね。例えばね、2月3日は節分になりますよね。そうするとそこで季節が変わりますよってなるので、そこを目標にするとかね、目標あると結構進むかな。私結構そういう風になってる。ミヤサーチさん、布耳でサンプルと全然違うものを作ってしまいました見てみたい。そういうのこそなんかあのなんかコラボとかしてこれみたいな感じでこの下の画面に出たら絶対面白いと思わない？もう1時間じゃ終わんないよね、それこそね私もまだ作れてません、頑張ります。ちえこさん、ありがとうございます、ね、あ、頑張んなくて大丈夫ですよ、楽しんでいただけたらと思います。そうそう、手芸部ね楽しそうでしょ。楽しいと思う。これねまだ始まったばっかりなんだけど、多分これからだと思う。どんどんあのみんながあのシェアしていって、あの共感するっていうか、あのマスク作りの時もそうだったじゃないですか。マスクとかも一人で作ってるとなんかやんなきゃって思ったりとか、なんかコロナで家にいてちょっと憂鬱だなみたいな感じでやってるけど、なんかみんなでマスクを作ろうっていうハッシュタグを作ったんですよ。そうするとそこにみんなあの写真が集まってくるから、いろんな人が作ってるの見れるんですよね。そういうなんかあの場になればいいなと思ってるので、そこでなんかハッシュタグ同士でつながっていくと、知らない人で同士でもこうつながったりとか、いいねしたりとかコメントしたりとかして、なんかつながり、横のつながりもできて、あのモチベーションが上がるかなって思うんですよね。そうそう、どうやって入れますか。ね、こちら の、 あのインスタライブ終わった後でもいいんですけど、今でもいいんですけど、インスタの画面のところにハイライトがあって、そこにね自主ゲームっていうハイライトがあります。だからそこから見ていただくと、MC スクエアさんっていうあのアカウントがあるので、そこから飛んでいくと入ることができます。で、あの前回ちょっとあの誤解を招くような私の発言があったために、無料だと勘違いされちゃったので、一応あの金額とどんな記事を使うのかっていうのも細かく書いてくださってるので、それで入れるかな。今ちょっと見せましょうか。ちょっとコメントだけ先に、なんかね画面止めるとね、あ、なんか結構あれだね、作ってない方まだいるね
ちょっとあのほっとした部分もある。なんでかっていうと、私も結構キット作れない系なんだよね。バッグとかの基本が知りたいのですが、できるかな、ね、一度入部したら2回目以降は自動的にキットが届けるのでしょうか。そうだって。あの1回入部してそのキューブとかタイブとかしない限り自動的に届きます。だからね、あの2回目のあの手芸部の募集があった時にもう1回申し込まれた方がいらっしゃったようで、ちょっとあのダブってますっておっしゃってました。なのでそれは何もしなくて大丈夫です。私も説明加えればよかったな。口側カーブで大きく開くコスメポーチ、1日1個ベースで作ってます。めちゃくちゃ使いやすいです。すごい、1日1個これ1日1個作ってんですか。すごいね、すごい。でもあの慣れてくると作りやすくなってくるよね。ありがとうございます。教えていただきありがとうございます。届いてからしばらく置いておきましたが、2回目の布選び、試作が始まった頃から意識して作ってくださいましたね。ありがとうございます。ピロミックスさん、あ、サーフライダーさん、まだ作れてないです。かっこいいアカウント名ね。そういると思う。でも今度あれですよ、まあ、これちょっと先やっといた方がいいかもしれないね。これあのキットだけあるよりは作るとあの本当に可愛いから、みんなね可愛いのできてるんで、作ってモチベーションを上げて第2回で行くっていうのもいいかもしれない。あの次回届くのが10日以降で発送っていうふうにおっしゃってたんで、多分中旬ぐらいに届くのかなって思います。なのでそこを目安にしていただけたらと思います。そうこういう画面になるので、ハイライトのここにネジ手芸部ってあるので、ここから入ってもいいし、 MC スクエアさんが、ここにこの画面、最初の画面をタップすると、ここに人のマークがあるんですよ。こういう人のマークがあるので、そこタップすると、MC スクエアさんがこの辺にあります。でここでタップすると MC スクエアさんの方に飛ぶの でここからリンクマーク、このリンクマークがあるんですよ。このリンクマークをタップするとこういう画面になります。こんな画面で、これをちょっと反射しちゃってるかな、こうやって沸かすと、なんか一箇所だけすごい長いなこの文章っていうところがあるじゃないですか。これがあのね、自主ゲームの説明を全部加えていただきました。でここをタップすると、これで金額とあとどんな生地を使うのかっていうので間違いがないようにしていただいてます。これ申し込むとこの布耳が届いちゃうかもってね、思っちゃうかもしれないんで、今度はあの布耳じゃなくてモリスの生地を使いますよっていう感じで、はい、紹介していただいてます。で今1430円で、支払い方法が口座、銀行振込だけになってます今のところ。でこれからカード払いとかそういう風にできるようになってくるそうなので、もうちょっとあの支払い方法はやりやすくなるかなと思います。ただあの銀行とかね、オンライン口座とかもあるので、もうそろそろねこれをきっかけにあのオンライン銀行開設されるのもいいかなと思いますよ。私はね楽天銀行を使ってます。楽天、結構楽天経済圏に入ってるんで、楽天証券もやってるし、楽天銀行もやってるし、楽天モバイルもやってるし、楽天ルームと楽天市場も全部使ってますね。なんかそこでポイントを集めたりとかして、あの期間限定ポイントでヨーカドーで買い物したりとか、ネットの声優とかで買い物したりとかしてるんで、結構あのポイント貯まるからね、持っとくといいかもしれないですね、うん、じゃあ早速ですね、早速っていうかもう25分も喋ってる、作品の紹介もしてないのね。次の作品がこちらになります。これも動画の方でちょっとずつ紹介してるんですけど、今回この形になりました。これで結構サイズ感伝わるかな、こんな感じなんだろう。キットのサイズ制限が高さ30センチって決まってるから、これがね結構もうギリギリ限界でした。なので皆さん届いた時にまず縦横縦横じゃない、まあ綺麗にやっていただいて、型紙とかがないのでそのまま長方形でカットしていくんですよ。だからちゃんと形を、長方形を作ってからまたカーブを作っていくっていう感じなので、すごくね作りやすいようにはしてるんですけど、これがね限界でした。
限界で最初に作ったのがこっちになるんですよ。これで何が違うのかっていうと、実はね1センチぐらいこっちの方が大きいっていうのは、この持ち手の幅を1センチ狭めたから、ちょっとこっちの方が持ちやすくもなったし、高さも1センチできました。何が入るかな、まあなんか長財布ぐらいは入るんじゃないかなって思います。高さね何センチだったかな、結構大きいよ。でこれねシーチングだと思う、シーチングの生地なんで、これをねギュッと絞っちゃうとすごいダサい感じになっちゃうんで、これでできましたって紹介しない方がいいです。皆さんもちょっと膨らまして、こうやってやると形が可愛く見えるね。なんか出来上がった時の撮影の時もこういう風にちょっとね可愛く見せてあげてみるといいかもしれない。これ同じのができるので、ぜひトライしていただきたいなと思います。で紐もね布で作ってます。もうある生地だけで作れるように工夫してるので、でこれリバーシブルなので、こう裏表にできるんですよ。で裏にするとなんか糸くずがついてる、裏にするとちょっと一気に春っぽい感じになりますよね。で紐もこの脇から出るようにしたので、ここでまたギュッと絞ってこういうデザインにできる。可愛いよね、これも可愛くないですか。でこの生地のアンケートもやりましたよね。インスタストーリーの方で皆さんの方に、インスタストーリーじゃない、インスタのキャプションの方で皆さんにお願いして募集させていただいたんですよ。何柄選びましょうってなって、で最初ねこれとこれのセットを最初私は考えてなかったんですよ。なんでかっていうと柄が同じ、ただの色違いになっちゃうから。だけどリバーシブルにするんだったらこれありかなとか思って、で私どうしてもねこのネイビーが気に入っちゃって、これ使いたかったんですよね。これは絶対入れたいなって思った時に、そうすると内側はできるだけ明るい色、中身取り出したりとかする時に中見えないと良くないので、バッグの中はできるだけ明るくしてるんで、だからこれは選択肢になかったけど別の記事で考えてたんですよ。でも意外とアンケートでこれあったから、あじゃあいけるかもと思ってこれになりました。でしかもこのネイビーの柄で決まったところで、実は記事がもうそんなにありませんって言われて、なんかそう連絡が入ってたんですよ、私が気づかないうちに。でもそしたらそのまた気づかないうちにまた増刷っていうの、布の場合なんて言うんだろうね、もう一回これ作ることになりましたってなって、だから結構人気の生地みたい。ちょっと目の付けどころ良くないですか、そしたら私まあちょっと小自慢そうなので、これ皆さん使えるので、店頭ではもうなんかどうなんだ、まあ今も並んでるかもしれないけど、生地ってさ、やっぱり 300m ぐらいの単位ぐらいからそのぐらい売れるっていうのじゃないと多分生地って作らないと思うから、もしかしたらこのキットが出るのでもう一回作ってくださってるけど、次はもしかしたらなくなるかもしれないよね。新しい柄の方をどんどん刷っていくだろうから、だからすごいいいタイミングだったと思って、よかった、本当によかったなと思います。ちょっとコメント見ますね。そう、ゆるく絞るんです。ありがとうございます。あ、今度ね揺らぎステッチとかそういうのはないから大丈夫まっすぐ縫わなきゃいけないけど、それこそ色合いが素敵です、ありがとうございますね。モリスの生地ちょっと大人っぽいですよね。鳥も入ってるんですよ、これも。鳥さんいるんですよ、これ鳥がね、ここにいる、こんな感じ、かわいいよね、すごいおしゃれ、上品だし、こっちはここにいる、なんか草木に紛れてるからちょっと分かりにくいけどいるんですよ。なんかね、すごいおしゃれ、素敵ですよね。大人っぽい感じの生地になります。ありがとうございます。コットンタイムに乗ってるフリルの巾着バッグと同じサイズですか。そう、それね質問来ると思って実は目の前に置いてありました。これね同じサイズじゃないんですよ。なんでかって同じサイズにはできないんじゃ、キットの限りがあるから。あと作り方も変わってます。なんでかってコットンタイムのやつはここ口布にしてるじゃないですか。口布にして内側は1枚、リバーシブルではないんですよ。1枚にしてもっとね作りやすくしてるので、
回袋にした後にここのこの部分を縫ってるんですよ。この口の部分ぐるっと最後によくこうやって折ってやるとここって最初に際を縫いたくなるじゃないですか。でこれを最初に縫っちゃうとこの紐通しでここの内側の生地と押さえられないので全部袋ができた後にここの部分とここの部分を縫うんですよ。そういう作業をするので作り方ね違う、ちょっと待って比べてみようか。幅が違うかな、幅がコットンの方があるかな。バランス的には多分そんなに変わんないと思うんだけど実際にやると高さはほらそんなに変わってない、幅だけかな。こんな感じ、何センチだろう、3センチぐらい違う、4センチぐらいかな、4センチぐらいコットンの方が幅が広いですね。で高さも低い、幅を広い分高さがこっちの方が2センチぐらい低いですね。こっちが2センチ低くてこんな感じになってる。で結局さ、なんかこのここの部分がヒラヒラするからここには物入れられないけど、こっちはトートバッグとしても使えるから、こんな風にそうするとこの上まで入るんですよ。でこれを最初こっちでも再現しようと思ったんですけど、だいぶねハードル上がっちゃうんですよね。ここの部分とかを裏を見ないで一発で決めていかなきゃいけないんで、そうするとちょっとハードル上がるので作り方を変えてみました。でちょっと面白い作り方にしてるんですよ。パーツこれいつもだったら2枚でやるんだけど、これ1枚で持ち手をつけるとかっていう風にちょっと工夫してみました。なんか試作もね、試作したんだけどまた失敗し、全部ほどいたりとかしてたけどね、結構可愛いのできたなって、まあ自画自賛なんですけど、可愛いよね本当。よかった、皆さんのアンケートでいろいろ皆さん参加してくださったからよかったです、ありがとうございます。リバーシブルいいでしょうね表も裏も素敵、リバーシブルにするのもったいない、2個作りそう。あ、確かにそれもいいよね。なんか生地が、自分の生地があればね、ストライプとか、私結構ストライプ好きなんだけど、あと無地とかで合わせてもいいしね、なんかそれもありですよね。いいと思います。確かに2個作りそう。お、2個作る方いるかも、いいね。そうだよね、なんか気分変えてやれるもんね。意外とさ、リバーシブルって言ってもそんなにひっくり返したりしないんだよね。なんか私初期の頃グラニーバッグをよく作ってたんですけど、それもリバーシブルのグラニーバッグを作ってたけど、結局ねそんなにリバーシブルにしなかった。表面をリネンのベージュの生地にして、内側を紫のローズの生地とかっていう風にしてやってたことあったけど、友達とかは購入してくださった方はリバーシブルにして使ってくれたりとかして、すごい楽しんでくれてよかったと思ったんだけど、実際私なんか物入れっぱなしで収納することも多くて、あんまり入れ替えなかったんだよね。そうそうね、作ってみたいですね。モリス好きです、ありがとうございます。コットンタイムのバッグ作りました、ありがとうございます。なんかそういう時にここに画面でねシェアしてもらえると嬉しいよね。裏にしちゃうのがもったいないので2個作る。ああ確かに。キットは何センチ四方の大きさですか？キットはね、布ってこうやって一端でこうやってね長くなってるじゃないですか。それの半分です。半分に切って、で縦は30センチ。だから生地の長さが、生地もね、そのロットによってさ、ちょっとずつ違うから確定ではないですけど、だいたい生地幅って110で販売されてることが多いので、そこから計算すると半分にすると55センチ、まあ耳も含めてですよ、55センチで、縦は30センチ。だけどやっぱ30センチぴったりで届くわけじゃないから、ちょっと多くなったりとかもすると思うんですよ。 2,3 センチ、お店で買う時と同じような感じですね。30センチ買いますみたいな感じでっていう状態で届くから、最初に自分でまっすぐ、生地をまっすぐにしてからやらないといけない。で今回ね裁断から撮影しています。だから少し長くなっちゃうかもしれない。あと前回の動画でコメントいただいたんだけど、裁断図が最後に来てるから、分かりにくかったって言われて、
確かにそうなんだけど、実際にこの動画の編集してると BGM とかもつけるじゃないですか。それをまた忘れてたと思ってつけると、まあ、全部編集し直さなきゃいけなかったりとかして、後半に回ることが多いんですよ。だからね、今度お手紙には書こうかなと思うんですけど、実際ね、もう2倍速でもいいから、 YouTube2 倍速が最大出るんですよ。だから2倍速で1回ねビューンって流し見だけでもしてもらいたいなと思います。結構2倍速で見るとそんな10分もかかんないと思うんで、まず1回そのバッグの作り方を流し見していただいて、そこからじゃあ作ろうみたいな感じにしてもらえるといいなと思います。なのでオンライン講座とは違うので、 YouTube は本当に皆さんのなんかエンターテイメントじゃないけど、やっぱりちょっと楽しんでもらえる工夫をしてるんですよ。だから最初に裁断図、持っていくのが本当はいいのかもしれないけど、忘れたりとかもするから、そうすると後になっちゃったりとかするんですよね。だからできるだけ1回は通してみていただいて、そこからスタートしていただけたらと思います。私も流し見して裁断図などポイントはスクショしました。 ありがとうございます。スクショしていただいてありがとうございます。で、普段ね YouTube の動画をヤフーニュースの方に配信もしてるんですよ。読む記事として配信してるんですけど、どうしてもね明治手芸部の方もできればこうやりたいなと思うんですけど、 PR の記事を載せることができないんですよね。だから例えば自分の雑誌が掲載されましたっていう宣伝とかが書けないから、どういうふうにやったらそこに記事載せれるかなって思ってたら、もうあっという間に、ね、半年近く経っちゃったんですけど、だからね基本的には読む記事には載せられないので、やっぱ皆さんキャプションをスクショしていただくような感じにはなっちゃいます。で、そう聞きたかった、いつも迷うんですけど、何秒止めたらいいですかね、静止画。毎回迷うんですよ。私まだね、未だに動画編集すっごい下手くそで、やりながら覚えていってるので、その静止画が何秒止まるとかっていう方法とかまで全然まだね調べてないの、こんなにやってて。でもなんか多分指定できるんだよね。だから皆さんスクショする時間があると思うので、その静止画が何秒止まってるとちょうどよく見れますか。さすがに10秒とかなると皆さん良くないと思うんで、なんか4秒ぐらいかなっていうふうには思うんだけど、それでも長いなって感じる時があるんですよ。でも私が見るのとまた皆さん違うと思うんで、なんかあると分かるといいなって思いました。3くらいか3秒か、でもやっぱそのぐらいか、じゃあ4秒あればまあ十分かなくらいかな、そうね、なんかそのぐらいでちょっと編集してみようかな。なんか月末に届くと思ってたんで慌てて撮ったんですよね。でもまだ期間がありそうなのでちょっとゆっくり編集しようかなと思います。さっきね多分10倍速ぐらいで流し見してたんですけど、意外とちゃんと撮れてたんで大丈夫かなと思います。あ、3くらいなんだ。へえ、そっか、そんなぐらいか。ありがとうございます。このミントグリーンの巾着バッグの作り方が知りたかったのと、定規が欲しくてコットンタイム買いました。あ、本当にありがとうございます。そう今回のこの巾着トートも定規使います。だからねこっちの動画はなんかどうなんだろう、同じ形だからさ動画出す意味あんのかなとか思いながら、だからこっちの明治手芸部の方だけにしようかなと思ってます。テーマがね全く一緒だから、これどうなんだろう、2つ動画出しても意味ないかなと思ったんで、ちょっとまだ検討中なんですけど、こっちはね出していって5秒あると嬉しい。おばちゃんは操作に時間がかかるので、確かにわかる。なんかスクショしようと思うと いっちゃうんだよね。で、こんなになってるところがスクショされとかする。わかる。そうだよね。やっぱね、4、5秒あった方がいいのかな。ね、そのぐらいでやってみようかな。まあ、いよいよね、ちょっとずつバックに近づいていくわけですけど、やっぱりね、限界があるので、多分このぐらいになるのかな、バッグの形とサイズ感としては、まあ、こっから
今後ね、まあ、ポシェットとかってなっても多分これしかないよね。あと手持ちのを用意してくださいとかってなるとあのキットで完結しなくなっちゃうから、やっぱねあのこのぐらいになるのかな。でも私次のネタ何も考えてないからさ、どうしようかな皆さんになんかリクエストをまた募集するかもしれないということで、まあ、紐とかのね今回の巾着のこのネジ手芸部のバッグ作りのポイントはじゃあ今度話そうかな。バッグ作りのこのネジ手芸部2回目は、持ち手ですね。持ち手も毎回生徒さんに教えるたんびに また忘れちゃうんだけど、ちょっと工夫するとこういう感じでなんだろう、ちょっとなんだ両脇に数ミリ出るような感じの作り方ができるんですよ。でこれいろいろ作り方の方法があってこれまでも動画で出してるんですけど、今回はしっかりと分かりやすく紹介しようかなって思ってますんで、こういうポイントのところはちょっと ゆっくりっていうか説明多めにして紹介しようと思います。これを覚えると結構いろんなのに使えると思う。あのバッグ作り の2枚で重ねてちょっとこのこれ今柄だけどこれを例えば無地にするとこのメインだけが引き立つような感じの作り方ができるので、これちょっと覚えるといいかなと思ってるので、これとあとこの紐ループ紐のこの閉じ終わり、これリール動画でも流したんですけど、あと巾着の動画でも紹介してるんですけど、こういうところとかもポイントで覚えていただくとなんかいろんなところに使えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんか紐がないってなって作ってる時にあ紐がなかったと思ってそこで作業が止まっちゃうことってないですか。なんかそういう時にこういう作り方が分かるととりあえずこれで作っとこうっていう風になんか家にあるものでできるかなって思うので、でこれバイアスとかにしてないから伸びないんですけど、普通の直線で切れるから生地も無駄なく使えると思うのでこういうポイントを加えていますね。両脇に数ミリ出てるの可愛いですよね。ちょっとパイピングっぽい感じになりますよね。手元のオリジナル布の紹介もありますか。あはい、じゃあ今そっからしようかな。生地や柄の合わせ方のセンスが最高です。ありがとうございます。生地ね、モリスさんとね、ご縁ができたので、ちょっと、こういう生地もあるって、今までのユーアの生地、ローズの生地、私すごい中心でやってたので、他の生地、ほとんど使わなかったんですけど、あとデコレクションズさんの小花の生地とか使わせていただいてたりとか、ちょっとずつね、なんかいろんな生地使っていく方が、なんか、いろいろ範囲もね、作る、バリエーションとかも増えてくるかなと思って、あと生地に合わせて作るものも変わってくるので、今手芸部の申し込みをさせていただきました。あ、ジュランさんありがとうございます。お一人ゲットですゲットですとかって失礼だよね、ごめんなさい。パイピング風が素敵、ありがとうございます。その持ち手の縫い方好きです、ありがとうございます。ちょっとね多分今度の動画の方が一番わかりやすいと思う。あと素材がシーチングなので作りやすいっていうところもあります。違う生地になった時ちょっとまた作り方変えなきゃいけないなって思うかもしれないけど、まずはこの生地で作るこの作り方っていう風にして捉えていただけたらいいなっていう風に思います。両脇に数ミリ点かわいいですね。持ち手素敵です。綺麗に仕上がる方法が知りたいです。ありがとうございます。じゃあどうしよう、あ、そう、質問があったから質問ちょっと先にやりますね。もう45分になっちゃった。作るにあたってミシートのおすすめ色番号も教えてくださいっていうご質問を先にいただいてました。でこれねミシートのおすすめ色番号なんですけど、他の動画でも喋ってるんだけど、これねグレーかな、薄いグレーであれば誰もが手に入りやすい色にしてるので、グレーと紺の糸、内側は、まあ、白でもいいしちょっとベージュっぽい色でいいかなと思います。グレー、私色番号でやってないんだよね。だから色番号はちょっとわからないかな。で指定しちゃうとそれ買わなきゃってなっちゃうでしょ。でそれだったらね、あでもお手紙に書くかも、そしたらもしあれば。ただ手元にない色で指定すると違う場合もあるからね、
で次ね、バッグのデザインを考えるときに機能性の他に何を考えてデザインをしていらっしゃいますかというご質問をいただきました。バッグのデザインを考えるときね、今ね目の前にちょっと掲載作品で作った作品があるんですけど、そうね、機能性の他にっていうよりは何を考えてデザインしてる、なんだろうな、まず形、まあ機能性、最初に機能性か、なんだろうな、機能性の他にっていうよりは布がまず最初にあるので、まず布とあと作りやすいかどうかっていうところなのかな。機能性がナンバーワンじゃないかな。でもね、今で言うと何を考えてデザインしていらっしゃいますかって、今で言うと例えばオンラインショップで自分が販売してお客様に提供する時の作り方と、あとこれをもし私が紹介したら作りたいっていう人が増えそうだなっていうデザインを考える時と、今2通り存在しちゃってるんですよ。だから機能性より作りやすさの方が優先される場合もあります。でオンラインショップで販売する場合はもうもろに自分の好みが出るんですけど、本当に自分の直感で布をまず決めて作り始めて、そこになんかなんだろうな、あ、こんなところがこういう工夫がっていうのをちょっと仕込むんですよ、自分の中で。で仕込んだところを お買い物されたお客様が気づくかどうかはわからないけど、近くにいる人がお買い物してくれた時はここが実はこうだったんだよみたいな感じで言えるけど、でもちょっと仕込むかな、なんかあ、ここにこういうのがあって、あ、こういうのあったらよかったんだよなっていう感じになってくるんで、まあデザインかな、一番はデザイン。機能性だけで考えちゃうとみんな考えるバッグになっちゃうんで、デザインだね、ちょっとここっていうところ、カバン開けたらうわーってなるとか、なんかちょっとときめくような感じ。私結構カバンの中身にこだわることの方が多い、内側の方に。で YouTube とかで紹介するとあんまり細かいところまで出せないから普通に無地になっちゃったりストライプになっちゃったりとかするけど、意外とね、前は花柄を使うこととかも多かったですよね。なんか使うときに嬉しくなるようなのを優先に考えています。ご質問の答えになってるかな、わかんないけど、タグはどちらで購入されていますか。タグはね、ほとんどね作ってるんですよね。で今回実はね、今日オンラインショップ販売しようかなと思ってるんですけど、まあ何もまだカート用意してないんだけど、ひたすら作るだけはしてました。こういうタグセットを販売予定です。今夜ね、多分9時ぐらい、この後準備するので9時ぐらいに。で今回もなんて読むんだっけ、いつもわかんないんだけど、ブンダーラベル、ウニ点点、ウニ点点のブンダーラベルかな、でオリジナルのタグを作っています。でここはサイズとかも、もう私は最初あともう1センチとかもう5ミリ狭まってるのがいいなって思ってたんだけど、もう最近はこのサイズで慣れちゃったので、このサイズでやっています。でこのね、ピスネームの印刷っていうか、このピスネームのこの配置が私ちょっとミスっちゃって、2ミリぐらいずれちゃったんですよ、中央。だから一つおまけに入れています。こちらは今夜販売予定です。革タグを一つ加えました。で、このなんだ、ループタグ、ループタブというふうにしてるんですけど、ループタブはこういうふうに使えるし、あとなんだろう、タオルとか引っ掛けるときとかのこういうふうに長くもできる、7センチあるからちょっとこういうふうにもできるっていう使い道にもなるようなタブを販売予定です。あ、そうそう、ついでにこのキットも出来上がったので、これ8セットだけなんですけど、これ難しいから上級者向けのキットです。8セットだけね、もうちょっと新年初売りと言いながらこのぐらいしかないんですけど、実は歯切れセットとかもちょっとやろうかなとは思っています。で少しだけ並べますね、はい。で生地や歯切れ、手芸材料の収納方法どうされてますか。結構ね、これね、そう、今度ルームツアーしようかな、うまいこと考えて、ちょっとでもスマホ
インスタライブやりながらってちょっと難しいかもしれないけど、なんかここにこういうのやってますっていうのをやってもいいかもね。あの YouTube の方でねルームツアー出してるので、ちょっと前のレイアウトなんですけど、そちらご覧いただけると嬉しいです。あ、これねすごい毎回よく質問ある。アイロンや台を変えても抑える時間守っても時間経つと接着芯がポコッとしてしまいます。やはり接着芯は練習ありのみでしょうか、みたいな質問がありました。これとね同じような質問で、どんな接着芯を使っていますか、薄で厚でカバン用などあって迷います、おすすめを教えてください。結構ね接着芯はあのテーマですよね、ずっとね。そうでもねアイロンね、でも確かに、ね、練習あるのみもあると思う。あのどんな接着芯かにもよるかな、抑える時間っていうのもやっぱ失敗することもあるし、その合わせる生地によっても抑える時間って変えなきゃいけないから、ちょっと一概には言えないんだけど、あの私はやっぱりこうしっかり冷ますっていうのをずっと言ってます。なんかあのボンドとかもそうなんだけど、ボンドもチューブからギューって出してすぐニューってこう木とかに貼っ付けて、そのまま木にギュッてやってもすぐニュル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 動くじゃないですか。でもそうじゃ、それと同じような感じで接着芯もそうなんですけど、温度をなんだ、ガマ口やるときそうなんですけど、ちょっと表面があのコーティングされるようなときあるじゃないですか。ちょっと乾いてくるとこう膜が張ったような感じになったときに貼り付けると、なんか不思議なぐらいちょっとキュッとくっつくんですよ。ここでプレスするだけで結構しっかりなんですよ。それと同じような感じ でそこでギュッとやったらもう一晩置くぐらいにするとしっかり止まるんだけど、ニュルニュルのまんまペタって貼っつけて一晩経っても、あのそのニュルニュルの状態だとちょっとずれるんですよね。でそれと同じ、まあなんか説明下手だな。でその接着芯も結局あの熱で接着剤が溶けてるっていうイメージで、あの接着芯を貼るとき考えてほしいんですけど、自分がアイロンを当てたところからその接着芯の、まあ、ボンドで言うとボンドが溶けてきてるんだよって、その溶けてるのが布に貼り付くまでの時間を考えるんですよ。こうやってプレスしたときに、プレスして布があって接着芯だから、その布の厚みから伝わってその接着芯の接着が溶けてるのをイメージするぐらいプレスしないと接着芯の接着剤は溶けないので、それが溶けたってなった時に今度はしっかり冷ますんですよ。でその冷ますっていう時間がないと、時間が経つとやっぱりポコって浮いてきちゃいますね。なんかそれが あるかな。あと当て布もよく言われるんですけど、当て布をするとさらにその布からまた厚みが増すから熱が伝わりにくいんですよ。だから私結構あのクッキングシートを使うことが多いんですけど、なんかねそういう風にして変えていくっていうか、なんか合わせるものを変えていくといいかなと思う。とにかくねしっかり冷ますことはいいんじゃないかなっていう風に思います。はい。でやっぱりバッグの合わせて接着芯を変えるっていうのあるんですけど、私はね結構不織布をずっと使って続けてきたんですけど、そのバッグの針、例えば丸いものをきれいに形ずっと続けつく、なんだ、形がずっと崩れないように丸いものを作りたいってなった時はあれ教室でも使ったんですけど、スワニーさんで売ってるあのカバン用の接着芯があるんですよ。それを使うようになりましたね。あとバイリーンだっけ、あれなんだっけな、名前忘れちゃったけど、それねデコレクションズさんで販売されてるあの楽ハリあれもすごいおすすめです。あれもちょっとお値段はしますけど、布と同じぐらいハリも出るし、あと厚みも出るので、バッグにするときは意外とあのその接着芯を変えて使うといいかもしれない。不織布の時はね小物とかちょっと軽く作れるものでいいかなと思うんですけど、なんかいろいろなんかその時によって生地によって変える、素材なんか作るものによって変えるっていうよりは生地によって接着芯を変えるようにしています。ロックミシンがなくてもできますか。ロックミシンなくてできます。なんかそういう手芸部は本当に初心者さん向けにしてるので、ミシンの
本当にエントリーのミシンでもできるものっていう風にしてるので誰でもできます。はい、ブラザーのガチャガチャってやるやつとか縫い目の長さ変えましょうとかっていうのはないので、どなたでも今初めてミシンをやりますっていう方でも多分できるようにしています。みっちょんさん、自分で作ったバッグや小物をクタクタになるまで使用後ってどうされますか。捨てるにも愛情がありすぎてなかなか捨てられません。これすごい永遠のテーマだよね。そう、捨てられないんですよ。でもね、捨てるっていうよりはなんかよく言うじゃない、ありがとうって言ってバイバイするっていう、まあ、私も捨てらんないな。でもだいぶボロくなったやつはだいぶ処分できるようになったけど、まだ結構あります。初期のものとか思い入れがあるもの、中学校の時に作った巾着とかまだ残してたくらい、なんかね捨てられないよね、うん、残してあったりとか、あとはなんかね、そう、強制的に処分する方法として、使いながら処分する方法としてよくやるのは、トイレに物を使うようにする。トイレはトイレに一回入れたもの、飾ったものとかは絶対処分するようにするんですよ。だから使って最後使ってさよならする場所としてはトイレかなって思うので、例えばバッグとか捨てられないと思ったけどトイレットペーパーとか入れられたりとか、あと、ね、生理用ナプキンとか入れてちょっとしまっておく場所っていう風にして使うと、いつか模様替えしようって思った時にさよならしやすいですよ。だから結構トイレは私はその場所にしてますね。最終的な行き場所にしてます。まあ、参考になれば、ちょっとしたところを失敗したり気になったりして自分使いになってしまうものが増えてしまって、それが悩みです。なかなか納得いくものが作れない感じ。そうだよね。まあそういう時はもう友達にねあげるとか。でもなんか自分が下手なのが見られるのは本当は嫌なんだけどね。でも最近あげられるようになったかな、私も割り切って。でボンドも接着芯も種類ごとの特徴や使用法を覚えないといけないんですね。そうそう、なんかいろいろね、使ってみてやれるといいかもね。なんか接着芯もいろんなメーカー出てるからね。そう、なんだろう、ミシンもそうだけど、その素材のそのものの根本を知ると扱い方がわかると思います。ミシンもさ、こうやって送り場があるから目が詰まったりとか布が遅れなかったりするんだよっていうことなんで、その素材そのものを知るのが大事かもしれないですね。バイアスの縫い方で縫い目が落ちない方法とかを気をつけてることとかってありますか。もう目打ちでしっかり押さえてやるって感じですかね。バイアスの縫い方ほんとそう。でも落ちるけどね落ちますよ。トイレ、なるほど、ありがとうございます。そう、トイレ結構おすすめです。じゃあ新しい布の紹介したいと思います。これね結構大事な紹介なんだよね。2時だ、あと5分ぐらいで終われるかな。ちょっと立って紹介したいと思います。結構ねインパクトあるようにちょっと大きめで送っていただきました。この間 MC さんから一旦になったやつ、これが反物になって届いてる写真をいただいたんですよ。もうすごい興奮したので今度皆さんにシェアしたいなと思います。もうちょっとすごい皆様のおかげでこんな生地ができましたよ。すごくないですか。ちゃんと耳もあって、こうやって皆さんがタグに、ミシンの糸が引っかかる、タグにできるようにこの布耳もこだわってデザインしています。すごいよね。ほら、可愛くないですか。こっちでこうやってやればいいか。お家のマークが色のロゴみたいにしてる、色玉の代わりにお家マークで、ここにちょっと花をちょっと入れてみたり、あとこれもアカウントのこのネージュのブランドロゴみたいな感じにしてるんで、それも少し潰れちゃうけど入れてもらったの。だからこれを布耳にするけど、これをなんかちょっとタグっぽく脇にこうやって挟んでやることもできるよっていう布耳にしました。でちょうど半分ぐらい、そう、110だから多分この半分が55とかになると思います。それでちょっとね、大変なことっていうか、皆さんのおかげで布ね作っていただいたんですけど、さっきお話ししたように生地ってある程度の数量でこういう生地作るんですよ。だから多分300メーターとかなんですよね。ってことはもう
あの次もう一回 300m 売れるよっていう確約がないと布ももう作れないのと、あとお店の店頭には並ばない生地なんですよ。これ MC さんの方で作っていただいた生地なんで、 MC さんでしか購入できない生地で、もう一つ言うと明治手芸部の人じゃないとこの生地が手に入らないっていうことになってしまったので、あの募集をね停止するかもしれないっていうことになってます。で、最初ね当初ね30センチでいいかなと思ったんですけど、30センチにするとちょっとかなりギリギリになっちゃうんですよ。で私としてはできるだけ多くの方にあのこの生地を使っていただきたいし、あの私のこのずっと今までこれまでずっと夢だったことを叶えていただいたので、あの皆さんに行き渡る生地が少し少なくなるんですけど、あの25センチにしてもらって、25センチっていうとねどのぐらいか、こんぐらいになっちゃうけど、こんなもんこのぐらいの幅になりますけど、これであのキットを考えることになりましたっていうか、まあなりそうな感じです。そうなんですよ。で実はこの記事で私他のワークショップも予定しているので、あのちょっとねその分も取らなきゃいけないからってなると、これが限界、もうこれ以上ちっちゃくなっちゃうと何もできなくなっちゃうから、この25センチでできる作品を今度考えようというふうに思ってます。なのであの次あのタイブとか、まあ、キューブとかなると、この生地は今まではあのキットの残った生地とか半端生地とかを購入できたと思うんですけど、これに関しては多分ほぼないと思います。で私生徒さんにもあの買えるから大丈夫だよって言ってたんだけど、なんかその余裕もなんかねなくなりそうなので、ちょっとあの想定外なことになっておりますね。もう一回ぐらい なんだろうね、もう一回ぐらいさこの記事で企画してやってもいいかもしれないよね。なんか物足んなかったらそれこそね、そしたらなんかあの部員の皆さんがあの減ってなければまたやれるじゃないですかで私はちょっと考えました。可愛いでしょ、すごいよねこれ。これねこれはさこのフランスの蚤の市で購入してきた生地、もうデッドストックの生地なんだけど、これがあの元になってます。でこれでコットンタイムの表紙も飾らせていただいたんですけど、これにねできるだけ近いもの、でももう柄はねだいぶいじってるので全然違うんだけど、これに近いものっていうことであのデザインの方させていただいてるので、ちょっとねあの不思議な感じ、ちょっとフランスっぽい感じじゃないですかというのが出ます。でこれをお知らせをしたかった、もう最後の最後になっちゃいましたけど、そうねキットとは別に買えるといいんですけど、残念ながら今回はダメそうです。わかんないけど多分あの部員の方、私はもっともっとやっぱり増えてほしいし、あとやっぱりね手芸人口を増やしたいんですよ。私がやる役割ってやっぱ今そこなのかなって思ってて、やっぱりあのコロナの時に一回ねミシンとかすごく売れたりとか、あとハンドメイドする方すごく増えたと思うんだけど、やっぱりそこからあのどのぐらいの人があのミシンされる方残ったのか分かんないけど、やっぱりねハンドメイドって結構波があって、布もどん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 作られるけど、作る人が少ないとやっぱり種類も増えてこないと思うし、であと販売するクリエイターの方とかがどんなに増えたとしてもハンドメイドを知らないと買う人も少ないじゃないですか。だからそれだったらもっとハンドメイドでこういうものができるっていうのをどん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 あの多くの人に知ってもらって、あのそういう機会が増えればもっともう一回あのハンドメイドがもっと盛り上がればいいなっていうふうに思ってるので、なのであの手芸部の人が増えればそこからまた明治手芸部ってなんだろうって思って、もっともっと部員の人が増えていったらハンドメイド盛り上がると思うんで、そうするとみんながもっともっと楽しくなれる、で販売する機会も増えるし、あのチャンスも増えていくし、あの作家さんデビュー の応援にもなるかなって思ってるんで、なのでねちょっと皆さん25センチになっちゃうかもしれないんですけど、申し訳ないんですけどちょっとそういう理由もあって、あの少し小さくなりますけどね、その分あのキットの値上がりをしないでもらうような感じになるかなと思うので、これまで通りの価格で進められるかなと思っていま
います。でこれの発想っていうの、これ多分春なんですよ。これはねちょっと近いけど多分3月か4月になるかなと思います。ただ それ以降は何も決まってないの で私もしばらくできなくなるから、ちょっと年始めは期間が狭まるけど、それ以降はまた秋9月とか空きそうなので、ちょっとまあ余裕持って進められるかなっていうふうに思いますのでね、ぜひぜひご検討いただけたらと思います。ね、だからネジ手芸部は入っといた方がいいっていうことを今回はお伝えしたかったわけなんですよ。手芸用アイロンを探しています。クローバーとマイマアイロン どちらがいいでしょうか。主にバッグ小物縫い用で探しています。多分どちらもいいと思います。私マイママさんのは分かんないけど、クローバーさんの定規はよく使ってます。それは大丈夫かなと思います。コラボカーブ定規はアイロン対応です。アイロン対応じゃないんですよ。やっぱりね、雑誌につく付録ってやっぱそういうのがちょっと難しいみたいです。なんか難しいみたい、まあいろいろ大人の事情があるようです。はい、こだわりがつく。あ、でもなんかあれだよね、すごいね、こんななんか贅沢にいただいちゃった。私多分これなんか部屋でどっかで使おうこんなすごい貴重な生地をいただいてますので、なんかね、私がキットにすることないと思うけど、もしかしたらね生地が余って何かで余分に私もちょっと購入する予定ではあるので、生徒さん用に。でその数字が出せるかどうかはわからないけど、うんうん、どこから手芸部入会できるのですか。あ、初めて見ましたが、ネイジ手芸部ってどんなのですか。これアーカイブに残りますので、手芸部の説明はこのアーカイブをもう一回ご覧いただくか、あと YouTube の方見ていただけるといいかなと思います。ちょっとね時間がもうね1時間以上喋ってるのでそろそろ終わりになります。すみません、ありがとうございます。見てくださって何やってんだろうって思いますよねどこからね手芸部入会できるのですか。こちらもね説明してるんですけど、この私の方の終わったらこの白いマークがついてると思うんですけど、白いマークはないか、この私のアカウントのところから入っていただいて、キャプションのところにネイジ手芸部っていうのがあります。だからそこから見つけていただけたらと思います。手芸人口が減ってるからか、私の周りでは手芸店がどんどん減って、おっしゃる通りで、ね結構ね、結構っていうかだいぶシビアです。本当にだからもっと近くにあった手芸店がどん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 なくなって、多分今年もそれの流れがあると思うんですよね。ちょっと私も気になる話を耳にしてますんで、なんかね本当寂しくなっちゃうよね。なんか自分の周りではさ、このインスタとか見てるからやってる人多いって思うんだけど、実は結構切実なことが増えています、うん、そうなんですよね。コロナの時はミシン在庫がなく購入大変だったみたいです。そうなのすごいよね私もメートル単位で欲しいです。本当だよね、ま、メートル単位ではねどうやらダメっぽいです。多分在庫出ないと思います。はい、キット以外でもメートルね、本当だからさ、MC さんにもっとね、もっと、あ、だから2回目があるぐらいに頑張らないといけないね。そしたらリピート、それこそさっきのモダさんの、記事、これがリピートされたと同じぐらいリピートされるようにねなれるといいですよね。今会員どのくらいいるのですか。これね会員何名だったかな。今さ、こっちのメインのスマホでやってるからわかんないけど、今ね、780?750? なんかやっぱそのぐらいになっています。そう。だから次回本当はさ、このオリジナル記事の時に1000ぐらいいけたらいいなと思ったんだけど、1000人分はなさそうです、どうやら。そう。残念ながら。そうなんですよ。だから本当増やしたいね。YouTube 見ればいいですか。そうですね。YouTube これアーカイブも残るし、YouTube も編集して今晩あげる予定なんですけど、今晩とか言いながらやることいっぱいある、ゲーム入部させていただきます。ありがとうございます。だから入っといた方が
あの入ったらこれは確実に届くっていうふうに思った方がいい、ね、そうそう。ミシンはあるのですが、コロナの時にマスクの手作りしてミシン離れしてました。あ、そうなんですね。じゃあ、 あの今回を機にぜひあの手芸部入っていただいて楽しんでいただけたらと思います。結構やっぱ作れるようになると楽しくなってくると思う。で、難しくなってつまずいたら質問していただいても全然構わないですし、MC さんにお願いして、いや、みんながお願いしてほしいです。私がお願いするより皆さんの力の方が強いですよ小物作りが苦手で洋裁派でしたが、手芸部入部して修行させてもらいます。ありがとうございます。コットンタイムの巾着も動画欲しいです。あ、本当に？そっか、じゃ あ、 あのやってもいいかもね、それね。実はねこの生地もね、デッドストックの生地なんですよ、これ。で、あのこの生地を作るときにこの生地の話もしてたんで、次回あればこっちの生地もやりたいと私はちょっと欲を言えば思ってますね。デッドストックの生地復活させたいよね。まあ、丸っきりあの同じ柄を使うわけにはいかないので、あの見た目はちょっと分かんないかもしれないけど、あのいろいろ変えてあの 作らせてもらえたらいいなと思って、だから結果を出さないといけない。まず結果を出さないと。頑張ります。予約販売で再販お願いしたいですね。そうだよね、予約やればいいのにね。 MC さん、このライブを見ててくれるといいな。本当に何もできなくても大丈夫ですか？何かできるかどうか、じゃ試すのに、あの YouTube でネイジュ手芸部っていう動画が出てるんですよ。それを見て、あのプレミア公開ってなってる、あの表紙になった、表紙っていうのは画像を見てもらって、それを見てできそうだなと思ったら検討するでもいいかもしれないですね。まず私の動画を見てもらった方がいいです。そのなんかできるだけ、あの私はあの皆さんが分かりやすいようには工夫してるんですけど、それでもやっぱり難しいなっていう方いらっしゃると思うので、まずその動画を見ていただいて、できそうと思ったらご検討ください。はい、入部しました。ありがとうございます。私も購入したいです。ありがとうございます。私もコットンタイムの巾着の作り方 YouTube で見たいです。あ、本当にこのバッグ可愛いです。ありがとうございます。この生地も素敵です。あ、拝見してますって MC さん、ほら、はい、いらっしゃいますよ。皆さんの声が届く時なのぜひコメントを次の手芸部本当楽しみ、歯切れまで全部使い切りましたよ。ありがとうございます。あ、そう、それでね、今回のあのこの生地で残った布耳もあの残しておいていただいて、あの年末あの、ね、クリスマスもあるから、その頃に何かできたらいいなって思ってますんで、残しておいてくださいね。まあ、使ってもいいけど、 あるといいなって思います。はい、作りたいものがたくさんあってついていけるかどうか不安ですが、手芸部申し込みました。ありがとうございます。MC さん見てますね。MC さんすごいよ、あのリクエストがこれはあれですよね、本当にやった方が良かったねもう一回ぐらいあの作ってもらうとかね、うん、でも私 MC さん そのキット作る現場行きたいなって思ってて、そのタンがあの並んでる写真をいただいたので、私そのタンが本当はあの店頭で並んでるのを見るのが最終的な本当の私の目標なんですけど、まだまだそこまでは届かないと思うんで、 MC さんがいっぱい作ったらあの布屋さん買ってくんないかななんてね。いや、でも本当にね、布作るのって大変なんですよ。なかなかできない、本当に。私もいろんなところで声かけて、いろんなところでやりたいって言ってたけど、であのやりましょうってなった時に結局あのなくなりましたとかね、もういつも こんな風にさせられてガクって、もう急降下っていうのが多かったから、今回本当 MC さんから声かけいただいた時は本当にもう飛び上がるほど、こんな感じでスマホ見てみたいな感じで見てました。本当に嬉しくて、ありがたいな、続けてきてよかったなって思いましたよ。だからね、デザインもあの自分では絵は描けないけど、こういう布とかを自分で海外で見つけてきて、こういうのがいいなっていうところからできた生地なので、すごくねあのおしゃれにもなってるし、きっとあの皆さんも気に入っていただけるんじゃないかなって思いますので、はい、ありがとうございます。そう、先生の紹介した布を近所の手芸店で買いたいですね。本当だよね、だから手芸店も頑張ってもらいたいですよね。本当にたくさん
さんいるよ本当。で 300m ってすぐ売れちゃうと思う。だってさ10人の人がさ、あれ 10m を30人の人が買ったら単純に 300m でしょ。で私大体 10m 買うとするじゃない。なんかすぐじゃないですか、やれたらいいね。でも同じ記事何回もやってもさ、結局さ、あの買って欲しかったと思ってなくなるかもと思って 1-2m 買うとするじゃない。それで結局大事に大事に取っといて形になんなかったら意味ないもんね。もったいなくなっちゃうねそうだからやっぱりあの違う柄とかこういうのにスイッチしていってもいいなと思うから、まあ、今回はあの一応あの25センチ届くのは形にしてもらって、それ以降はまたちょっと考えるね。形にならないあるある。そう、私もね実際にこうデッドストックで購入してきたのを切らずに、あのここで初めて切ったの。あ、ちょっとは切ってたよ、歯切れみたいな感じにしてちょっと入れたくて、でもやっと切ったの。でもこれをねキットにするにはちょっとね高価すぎてできないと思って、でもたくさんあるのに、たくさんあるのどうしようって思ってるから、もしかしたら今年出すかもしれない。ちょっとねあのもう不思議な織りで粗いんだけどすごくいい素敵な生地。ただ洗ったりとかするのはできないから、アンティークのものって洗うとね生地自体がもう保管方法とかにもよって糸がもろいじゃない、昔の糸だから。だから洗ったりとかできないんだけど、私一回なんかレースとか洗っちゃって失敗したことがあって、アンティークだったのに真っ白になっちゃったのもったいないじゃんキットにしてほしい。私は気に入った生地をいつも5メートル買うので300メートルはすぐになくなりますね。そうだよね、洋服とかにするとさ大体3メーター買うじゃない、個人の人でもね、私もそう思う。 MC さんこれはあのもう速攻でリピートかけた方がいいと思いますけどねでそうするとさ30センチで届くじゃない皆さんのところに。まあでも生地が間に合わないか今からやってもね、うん、なんかちょっと悩んでるかもしれない今、うーんって、社長がうーんって悩んでるかもそう、まあそんなところで、じゃあ今日はそう布山ね、私あのこれから片付けをして、あのさっきもやってたんですけど、ショップにオンラインショップに並べるのにちょっとガーゼの端切れとナイロンの端切れとかをちょっと作ってて、であの多分布棚を整理するので、そろそろねあの布棚の端切れとかも整理していこうかなと思うんで、もしかしたらあの今回はちょっと間に合わなそうなんだけど、端切れは販売するかもしれない。でも販売しようかなと思うと生徒さんにあげた方がいいのかなとか思うから、もしかしたら並ばないかもしれないけどね、歯切れね、そうそう、なんか使えないなっていうようなものとかもあるんだけどさ、なんだナイロンで言うと、ナイロンで言うとこれを今回販売しようかなと思って、今回のあの話が脱線してね、すごいこういうの、こういうもうカットしたやつなんだけど、こういうのはもう今回並べちゃおうかなと思ってます。一山で送料かかるからね、どうしてもあの1000円とかはしちゃうけど、3センチ、厚み3センチまでで出す予定です。あとねガーゼの端切れ、ガーゼもあのストーリーにあげるので、こういう感じのガーゼの端切れ、もうこれももうマスクとかこれから入れようかなと思って、ガーゼをちょっと先に出そうかなと思ってます。ちょっと今夜9時の予定なんですけど、この後ダッシュで準備して、ダッシュでメルマガ書いて、でその後動画編集ダッシュでして、なんか全部同時に9時ぐらいになるんで、ちょっとこっからバタバタ忙しくなりますけれども、はい、そんなところです。ありがとうございます。じゃあ最後にあのコメントをあの読んで終わりにしたいなと思います。ちょっとこの記事に囲まれながらやってみようかなかわいい、なんか枕とかにしたい。でも私こんな枕にしたら旦那がちょっと嫌がるかなお布団カバーとか、なんかカーテンとかもおしゃれだよね。あのこれでさ、あのなんでランプシェードとか作ってもおしゃれじゃない。あんま今ランプシェードなんて使う人いないけど今ふっと湧いてきたね。かわいいでしょ。しかもこれって縦にも横にも使えるようにしてるんですよ。だからあの生地方向を考えなくていいっていうデザインにしてるから、ね、この花の向きとかを2時の方向にしてとか5時の方向にしてとかっていう風にしてちょっとずつ変えたり、あのこのローズの位置とかも変えたりとかしてるんで、
かそういうのデザイナーさんがやってくださったので、私の希望通りになってるから、この向きになってもこの向きになっても、でしかもシーチングだから布目気にしないでどこカットしても大丈夫なので、すごくね、あの目も詰まってる、こんなぐらい、すごくね目も詰まってるので、こんな感じだからね、あのなんだ、糸のこのピーっていうのも気にしなくて大丈夫な感じになってるから、すごくね使いやすいですよ。でさ、サンプルであの届いた前回のインスタで紹介した時より全然なんか質感がまた変わったような感じがする。すごくいい、あのぬるっていう感じって言ってたけど全然そんなことなかった。そう、日暮里のトマトでも販売してほしいです。私も本当日暮里のトマトで販売されたらもう最高じゃないですかね。欲しい方たくさんいますよね。 MC さん読んでるかな、このコメント、ありがとうございます。でもさ、ここにいる人がさ、ね、3メーターずつ買うとするじゃない、それだけでももうすぐだよね、きっとね。いや私さ、ほんと生地屋さんで販売してもらえたら最高だな。最後にもう一度 MC さんよろしくお願いします。私も最後に MC さんでよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ今日はこんなところで、あの MC さんにあの熱いコメントを送ればいいんじゃない、じゃあみんなで一斉にさ MC さんのところにコメントを送って残す、まあ、これが出た時にね、あのぜひあの皆さんのリクエストが届くことを私も願いつつプッシュしておきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様良い休日をっていうか、もうあと何時間しかないですけど、はい、あの寒くなってきたので暖かくしてお過ごしください。もう滑舌悪くてね、本当、はい、ありがとうございます。コメントありがとうございます。前向きに検討します、だって MC さん、よかった、ありがとうございました。